ベルンハルトファン・リッペ・ビーステルフェルトは、オランダのユリアナ女王の王廃。リッペ・ビースターフェルト皇后。ビルダーバーグ会議提唱者で、ロッキード事件で失脚するまで初代2長。リッペ公子、ベルンハルトの長男として、ドイツのイエーナで生まれる。リッペ公国最後の君主レオポルト4世のおいにあたる。ローザンヌ大学やベルリン大学で法学を学んだ。 1932年秋には在学中に、ナチ党所属の学生リストに登録し、突撃隊、新兵隊、騎兵部隊、国家社会主義自動車軍団の巡隊員とされている。1934年12月には、卒業に伴い、このリストから除外された。ベルンハルトの弟アシュビムはナチ党への指示を公言している。大学卒業後は、ドイツの愛人。 ファルベインドストリーに勤め、見習い期間の後、1935年にパリッシャの重役秘書となった。IG ファルベインドストリーはナチ党と深く結びついた財閥であるとともに、開発した製品チクロン B が、ホロコーストに使われた著名な薬剤であることから、このキャリアはベルンハルトの経歴に深い傷となり、ナチ党との関係は、弟同様に生涯にわたって取り沙汰され続けた。 1937年にオランダのユリアナ王女と結婚した。1940年5月、ドイツの突然の侵攻によりオランダは5日で降伏、ミルヘルミナ女王はじめ王室と政府はロンドンへ亡命した。そこから、王位継承者のユリアナ王女、その長女、ベアトリクス王女、次女、イレーネ王女の3名は、カナダ総督夫人、アリス・オブ・オールバニが、 女王の十枚である縁によって、より安全なカナダへ疎開した。女王とベルンハルトはイギリスに泊まり、ベルンハルトは、オランダ主任連絡将校、イギリス陸軍省オランダ施設団長など、オランダ軍の最高司令官となり、ドイツへの抵抗の旗印となった。1944年に王室が帰国すると、祖国を解放した女王一家を国民は大喝采で迎えた。戦後、 ベルンハルトは、KLM オランダ航空を、はじめ多くの企業役員を務め、軍の観察総監でもあった。国際ロータリーや世界自然保護基金の設立に、かかわり、1961年には、後者の初代総裁となった。WWF の設立は、国際的な名刺からの寄付からなり、そこには、ロッキード社のコートラントグロス、ノースロップ社のトム・ジョーンズや、 フレッド・モイゼルなど後に、ロッキード事件に関わる人物が名を連ねていた。1976年に、ロッキード事件が明るみに出ると、ベルン・ハルトもオランダ空軍の空軍機購入に、関係して、ロッキード社から賄賂を受け取っていたことが、発覚したばかりではなく、自らロッキード社に、圧戦料を要求した書簡までもが公開されて、苦境に立たされたが、 女王の王廃ということを考慮したオランダ政府はその卒業を見送った。この他ロッキード社やノースロップ社などアメリカの軍事産業がヨーロッパの兵器市場に対して売り込みを行う際には口利きをしており、王族の一員として適切とは言えない暗い側面が付きまとった。2004年12月1日、癌によりユトレヒト大学病院で死去した。オランダ女王。 ユリアナとの間に4女を設けた。2004年のユリアナ前女王の死後、オランダ王室はベルンハルトが1950年代と1960年代に、それぞれ別の女性との間に女子を設けていたことを公表した。ユリアナも、その存在を知っていたという。こうした、ベルンハルトのただれた愛人関係は、その結果生まれた、非着の養育費の出という頭痛となって、 彼を悩ませた。施政時だけに、その養育費が国庫から支給されることはありえず、ユリアナ個人の資産に頼ることも、同義上できることではなかった。この財政的な弱みが、ロッキード社やノースロップ社などに付け込まれる原因となり、賄賂として大金を示唆されたベルンハルトはそれを断ることなど、できなかったとする見方もある。ありがとうございます。